アルダシール3世は、サーサーアン・アサの第26代王、シャフルバラーズにより処刑された。アルダシール3世は、カワード2世と、ビザンツ帝国の王女であったアンソイの息子でした。これにより、最近ビザンツ帝国との長く壊滅的な戦争にあったイラン人の間では、アルダシールの人気は低下した。628年に壊滅的なペストが、イラン西部に広がり、 カワード2世を含む人口の半分の命を奪った。カワード2世の死後、ウーセルゴンは7歳の少年であった、アルダシールを後継者として選出した。しかし実際にはほとんど力を行使せず、サーサーアン・アサ、ペルシャ帝国は、彼のアイマー・アードルング・シュナースプによって制御されていた。彼の義務はアルダシール3世が支配するのに、 十分な年齢になるまで帝国を保護することであった。629年、ニムルジはシャアに対する指示を撤回し、シャフルバラーズ将軍と彼を打倒するために陰謀を企て始めた。アスパー・フバド一族の指導者、ホルミズド・ゴ世の下で、パラフはイランの新しい支配者として、アルダシールのおのボーラーンを支援することで対応し、その後、彼はアーモル・ニシャプール、 ゴルガーン、ーでコインを鋳造し始めた。一年後、六千人の部隊を持つシャフルバラーズは、クテシフォンに向かって行進し、町を包囲した。しかし、シャフルバラーズは、都市を占領することができなかったため、パーシグのリーダーであり、カワード二世の統治中に、帝国の前大臣であった、フェルズ・コスラウと同盟を結んだ。パーシグとニムルジの両方の支援を受けて、シャーバラーズは、 フテシフォンを包囲しアルダシール3世、マー・ドゥール・グ・シュナースプ、及び多くの貴族を処刑した。その後、シャフル・バラーズは、イランの王位についた。故郷の伝承によると、アーダシールは、メシャンの未知の場所に埋葬された。ありがとうございます。